酒好きな元新潟人の飲酒動画、続いてですね、軽井沢ビール、ザ・軽井沢ビールの、今回はクリア味ということで、クリアです。クリアっつうとこれピルスナーかな。原材料が、麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数 5%。浅間山、軽井沢の清らかな冷涼名水で仕込みました。清涼な軽井沢を彷彿とさせる口当たり爽やかなビールです。ピルスナーっぽいな。クリアってことは。前回は白ビールでしたが、今回は普通のビールっぽいですね。うん、特に濁りもないですね。はい、乾杯。あ、エビスっぽい。いや、でも、あれか、エビスよか苦味は弱いですね。うん、ちょっと、口当たりがエビスっぽいですね。うん。これは美味しい。普通に美味しい。普通に美味しいレベルですね。値段が確か230円ぐらいだったかな。うん。ああ、ピルスナーっぽい。ちょっとだけ、ピルスナーよりちょっとだけ苦いかな。うん。麦芽、ホップ、水はもちろん味のバランスに関わる、副原料まで原材料に、全てにこだわり何杯でも飲める美味しさを実現した、爽快な切れ味が特徴のビールです。うん。うん。さっぱり、キレがある。うん。さっぱりしてるし、喉越しもいいですね。うん。うん。苦味もちょうどいいかな。うん。これ美味しい。せやな。なんやろ。ちょっと甘い？ビールにしては、ちょっと甘いというか、麦芽の旨味というより甘みというのかな。がちょっと感じられるような。苦味はほとんど、ないですね。おう。あ、これ美味しい。うん、香りも、そこそこ。するし、うん。うん、バランスがいいっすね。風呂上がりにこれはいい。でも、ぶっちゃけて言うと、エビスの方がうまい。と言っても、もうエビスはまずくなったんで、うん、値段的にエビスと同じくらいだから。まあでも旧エビスの方が美味しいですね。うん、あ、旧エビスはこれよか。苦い。かなり苦い。うん。ですが、まあそこが、いいと、いう感じですかね。
うん、でも、まあ、前回の白ビールよか、軽井沢の白ビール、軽井沢ビールの白に比べると美味しい。うん。断然こっちの方があれだね。バランスがいい。ああ。爽快。気分爽快。コク。甘み。香り。解度。まあ。まあ、これ230円ぐらいですから、まあ。うん。でも別にそこまで買いでもないんだけどね。うん。まあ。まあまあまあってことで、まあ普通に美味しいんで、3444でご視聴ありがとうございました。